では今日はチャーハンを作っていきたいと思います。半分ぐらいですかねをみじん切りにしていきます。サイズはどれぐらいでもいいんですけど、私は一口サイズよりちょっとちっちゃいぐらいになればいいなという気持ちで切っています。炒めていきます。油がまあ、ある程度行き渡ったら、さっき切った玉ねぎを入れます。いい香りがしてきました。で、ある程度火が通ったなと思ったら、お肉を入れます。先ほど切ったお肉もう一気にベジャッと入れちゃいます。塩コショウ、私はこの SB さんを使ってます。量はパラパラくらいですかね。はい、で全体に火が通ってお肉の赤いところがなくなってきたら、あらかじめ炊いておいたご飯を入れます。よいしょ。お肉と玉ねぎと混ぜていきます。で、ある程度混ざったら最後の味付けです。じりん、中華味、味の素の中華味、味付けはこれだけです。これだけで十分美味しいのに。で、量は、ね、適当に、多すぎると、ね、辛くなっちゃうので、あんま適当に。で、全部に中華味の素が回しましたら完成です。でーん、はい、ということでチャーハンの完成です。実食。美味しい。材料も少なくてすぐ作れちゃう簡単チャーハンなので、ぜひ皆さんも作ってみてください。